マイケル・ジョンソンはイングランド・マンチェスター出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。リーズ・ユナイテッド FC の下部組織でキャリアをスタートさせ、2004年にマンチェスター・シティ FC のユースチームに移籍した。2006年10月にトップチームデビューを果たし、2007年シーズン第2節のダービー・カウンティ FC 戦でプロ初ゴールを記録した。 順調なキャリアを積み代表入りも期待された、ジョンソンだったが、2008から2009シーズンは序盤に、骨盤等に問題を抱えてしまい8試合の出場に、止まった。復活を期待された2009から2010シーズン、12月に、全十字人体を損傷し、そのままシーズンを終えた。2010から11シーズンは、結局公式戦出場は一度もなく、2011から2012、 シーズンから温室弁護ランエリクソンが率いるレスターシティ FC へレンタル移籍するもオーバーウェイトで活躍できなかった。その後は二度の飲酒運転による逮捕などを起こし、出場機会が全くないまま2012から2013シーズン中にマンチェスターシティから放出された。2013年以降はプレーしていない。ありがとうございます。